広大神宮の御たらし女王宇治橋伊鈴川は、三重県の伊勢市を流れる宮川水系の一級河川である。伊勢市南部に源を発し北流。伊勢市街を流れ、伊勢湾に注ぐ。山と姫命が、おものすその汚れをすすいだという伝説があり、みもすそ川の異名を持つ。古くから清流とされ、和歌にも多く歌われた。上地山を源流とし、四流島地川と合流。 広大神宮の生誕を流れており、みたらし城が作られている。このみたらし城では、かつては手洗いだけではなく、口すすぎまで行われた。現在でも伊勢神宮の公式ウェブサイトで、神聖な川、正常な川として知られる伊鈴川の水で心身ともに、清めてからサングルしましょう。天気のいい日は、伊鈴川、みたらし城で、口と手を清めることを、 おすすめしますと記載され、推奨されている。この川に架か,かる宇治橋は、生息界を分ける境界と言われる。川には鯉が生息している。伊勢定常安在随筆によれば、伊勢津美語源とした伊勢側川からの、伝語ではないか、とする。山和姫命期には五十の鈴が散らばっていたのが、語源とあるが、 古書等の裏付けがなく創作であるとする。この椅子図川は椅子図自動車の社名の由来にもなっている。近鉄鳥羽線の椅子図川の鉄橋の近くに椅子図川駅がある。日本海軍の軽巡洋艦の椅子図及び海上自衛隊の護衛艦の椅子図はこの椅子図川にちなんで命名された。新東の高等学校である大阪国学院なにわ高等学校では1年生時に 伊勢修養学者を行っている。その中で、早朝この伊須川にてみそぎを行っている。宮崎県にも、同米の伊須川という二級河川がある。東薄木郡門川町及び三里町を流れる。この伊須川は、ライトノベル、半分の月が昇る空のあるシーンで登場している。ありがとうございます。